アートとは何か、まあ、その答えがないのがアートだと思ってる。で、言葉を変えて、私にとってアートとは何？それはね、あんまり興味がない。答えを探そうと思ったこともない。なんか人生って何とか、私って何とか、人間って何とか、みんなそういう疑問って持ってたりすると思うし、そうよく考え込む時期なんかもあると思うんだけど、なんか私はそういうものをずっと探してて、それだって答えはないに決まってるんだけど、でも探してて、なんか自分のやってる作品を作るっていう行為とか、作品をそれの結果の作品を通して人それぞれのなんかそういったものにちょっと引っかかったりとか、ちょっとした発見があったりとか、なんかそういうものになるといいなとかって思ってはいるんだけれども、それとアートとは何かっていう答えとはまた違った次元のような気がする。イタリアに一番初めに行った時にアーティストに会ったのね。で、彼がもうその周りの人もすごい、彼はものすごいアーティストだ、素晴らしいアーティストだって言うんで、よくよく聞いたらパン屋さんなの。フィレンツェで一番有名なパン屋さんで、思ったのね。イタリアでは、まあフィレンツェだからちょっと田舎、ちっちゃい町では、素晴らしいものを作る人はみんなアーティストって呼んでるみたいで、だからアートって何とかってやっぱり答えないと思って、それぞれの人がそうだって思ったらそう、まあ、なんかそこに魅力があるような気もするな。